産地源氏産地源氏春正体、谷尾つい氏山地中七。中列、谷官兵衛、谷田敵、山田清蓮、吉本平之助幸を。後列、片岡健吉、真部正清、西山栄、北村重より、別府被告郎山地元春明治三十年十月三日は、日本の武士、陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将、十二位。 吾意等、高三級、死者陽明名、中七、土佐藩士三地元、久市の長男として、高知城下小高佐一前町に生まれる。藩主の古城役、足軽隊長を経て、慶応三年から、不評招待司令を務める。蕎麦、伏見の戦いでは独断で新政府に組みして、幕府側を攻撃し、母親戦争では、早招待七番隊長、古町隊長として、 東北各地を伝戦した。明治元年には大隊長となり、翌年、選考によって小、小天6百五十国を授けられた。明治四年、御神兵として上京して、陸軍中佐に承認した。聖官論争では、板垣や後藤正二郎ら土佐藩出身と共にゲアする。帰京した後は、板垣一志と共に自由民権運動に、停身しようと名約を結んだものの、 今後の方針をめぐって板垣と対立をした結果、陸軍に復帰した。この絵六番大隊長等を経て、明治八年、不評第四連隊長に就任。明治十年三月末、高島信繁少佐と共に、別動第三旅団の参謀に任せられ、四月三日、舞台と共に、玄海丸で、神戸を発し、同日長崎に到着、以降十月まで、西南戦争に出征し、 戦勝を受けた。後、不評第三連隊長兼、東京賃大高崎栄所司令官や不評第十二連隊長などを経、明治十四年二月には陸軍少将として、熊本賃大司令官を務めた。大阪賃大司令官、不評第二旅団長、再度の熊本賃大司令官を歴任し、明治十九年十二月、陸軍中将、明治二十年五月二十四日、 団尺。第六師団長を経て、第一師団長として、日清戦争に出征し、金州や旅順、多少大などを攻略した。明治28年8月、死爵、さらに、西部都督を務めたが、山口県防府市三田尻にて死去した。殺土倒幕の密約記念碑、山寺中七の活躍が刻まれている、京都市東山区山地、現地の墓所はかつて、 青山霊園にあったが、現在は存在しない。1971年8月11日の高知新聞の夕刊と1975年1月1日発行の南国土佐という雑誌に、三百松山地元将軍碑という記事が掲載された。この石文は、もともとは青山霊園の墓所にあったもので、調布市の国立天文台や調布飛行場。 旧米軍府中基地通商関東村の近くの国道を20号線、甲州街道沿いの3サジの角に放置されていたようで、ある。また近くには1964年の東京五輪のマラソンの引き返し地点の石踏みが存在した。山地将軍の石踏みは仙台石でできており、傷一つなく正確に文字が読み取れた。石踏みを所有していたのは新宿に本社がある世界道で、 現在は売却され庭園の石橋になっている。高知の団体が高知県に保存を打診したが、実現することはなかった。この石踏みがよそにあるということは、1970年頃には山地元春の墓は無縁物になってしまったのではないかと推測されている。異界勲章等、ありがとうございます。